Hey guys, ここでいきなり質問です。どうやったらこの丸太を、このライターの火を使ってこれを燃やすことができるようになるんでしょうか？ Let's find out! 生まれてきただけで It's alright! It's alright! Hey guys, thank you so much for checking out this video! ね、本当にこのビデオ見てくれてありがとうございますね。世の中にいっぱい見るビデオがいっぱいあるんだけど、このビデオ見てくれて超感謝しています。でね、このビデオのポイントはどうやったら幸せなマインドを作っていくのかっていうことなんですよね。なので If you're feeling little なんか不安定を感じたり不安を感じたり心のざわざわを感じているんだったら、ぜひこのビデオを最後まで見ていただくと、あ、こうやったら幸せマインドって作っていくことができるんだねっていうのが理解できるようになってくると思います。でね、ちょっとこのビデオを始める前に大切なポイントがあるんですよ。それは幸せはお金で買えないんですよね。ね、これマジ本当の話ね。今見てる中では、うわークリス何言ってんの、お金があったら僕幸せになるんだよ、この高級車乗れたら、このベンツがあったら、このアパートがあったら、で中には本当にね1000円もないかもしれないよね、まあ、こういう場合はねマジお金があった方がいいと思うんですけれども、ポイントはですね、ね1億円のアパートを買ってもね、幸せのマインドっていうのは意識ってキープしないと幸せは続かないっていうことなんだよね。東大に入っても多分幸せなのはその午後とか、まあ、1週間はね持つかもしれない、ね、1億円稼いでもその月は幸せかもしれないんだけど、また次の月とかに問題が出てきます。じゃあどうやったら幸せをキープしていくのか、これは焚き火の法則を使うと幸せっていうのは楽にキープができるようになるんですよね。でね、ちょっと面白いことがあるんだけど、これなんかね、アメリカの言葉座、日本でも言葉座があると思うんだけど、ね、年間、ね、300万円稼いでる人は、年収300万の人は、年収300万の問題っていうのがあるんだよね、トラブルが。で、年収1000万の人は、年収1000万のトラブルがあって、年収1億円には1億円の問題がついてくるわけよ。ね、で年収10億円の人は10億円のメガの問題が出てくるんだよね。なので本当にこの収入が高くなるから問題がなくなるっていうことは全く別のことだよね。あのさ、シティズン・ケイン、ね、市民ケインを見た人いるかな、見た人がいたらね、ぜひコメントで教えてもらいたいんですけど、アメリカの1940年代の動画だと思うんだけど、もうモノクロの動画でね、で、そのメインのキャラクター、主人公がめっちゃ金持ちになるわけよ。もう本当に金持ちタイタンみたいになるのね。で、彼が最後亡くなるシーンがあるの。Rosebud! Rosebud! Rosebud! って言ってバーって亡くなっちゃうんだよね。で、ローズバッドは何なのかっていうと、彼が子供の時に遊んでた時に使ってたソリの名前がローズバッドなんだよね。だからどのぐらいお金があるって言っても本当に幸せだっていうことはちょっと違うことです。だってお金持ちなんだけどプンプンしている人見たことあるでしょ。お金持ちなんだけどなんかイライラしてたり、お金持ちの社長なんだけどすっごいいつも悪いムードにいる人とかあるでしょ。だからお金とか物とかそれと幸せは別のことなんだよね。これは本当に大切なポイントなので忘れないでください。 Alright, so let's begin the next pointでね、僕が本当に思うことは、幸せっていうのは待ってても来ないんだよね。こうやってずっと待ってる、よー幸せ来てよーって言っても、自分のマインドがネガティブなこと、自分のマインドがトラブルとかまだできてないこととかにフォーカスしていると、絶対幸せくんがなんかコンコンって歩いてきて、あ、こんにちは、幸せと申します、もうちょっと幸せになりませんかみたいな感じで絶対入ってこないわけよ、ね、どういうことかっていうと、意識して自分が幸せくんがあるところに行かないと幸せくんはと会えないんだよね。本当にこれちょっとチャンスと同じだよね。チャンスはこうやってパッパッパーって走っててさ、ね、チャンスは実はね、金髪でね、裸で、ふんどしをね、履いてて走ってるんだよね。パッパッパーって。で、前髪から掴むとチャンスをゲットできる。同じような感じで、幸せっていうのは待ってても来ないから、自分が幸せ感があるところに、実際に意識して動いていかないといけないことなんだよね。で、これが、今日、みんなと一緒に学んでいく、焚き火の法則なんだよね。でね、ここまた面白いのよ。知ってる？幸せなマインドの人と、ね、幸せマインドっていうか普通のマインドの人って結構似てるように見えるんだけど、全然違う考え方を持っているんだよね。どういうことかっていうと、幸せマインドの人は自分で自分のムードをコントロールできる人なんだよね。もう一回言うね。自分で
外で何が起こっているとか、なんかトラブルがあったり、いろんな出来事、ハプニングがあっても、そのようなことが自分のムードをエフェクトするんじゃなくて、自分で自分の幸せムードをキープする人が幸せマインドを持っている人だと僕は思うんだよね。正直言って、普通の人、まあ本当にね、普通、だけど 90% のね、人間は、It's knee-jerk reaction to what's going on around you, right? もう一回英語で言うね、You're having a knee-jerk reaction.っていうことは、外で何かが起こると自分の膝にボーンってきて、うわー、ニージャークっていうリアクション、英語の言葉じゃないんだけどな。ね。で、こうやって何かが起こっていると自分のムードが幸せになるんだけど、なんか別の人が、あ、ちょっととか、変な目線が飛んできたりとか、上司から一言言われたとか、なんかメールを開いてメールを読むだけで、うわーってなっちゃって、外に起こっていることが自分のムードを作っちゃっているっていうことなんだよね。だから、普通の場合は、なんか辛いこととか嫌なことが自分が気にならないことが起こる、言われたりすると、そこから逃げたりとか、もう嫌だとか怒ったり、もうやめてとかなっちゃうよね。それが普通だよね。でも、幸せマインドを持っている人は、ちょっと違うんだよね。なんか問題が起こってくると、トラブルが起こると、ああ、この程度でよかったよね。本当にこの程度でよかった。嬉しい僕、ラッキーだよって言って、おい、何言ってんの今、ネガティブなことが起こってんだよ。もっと落ち込めよって言うんだけど、いや、僕、本当にね、このぐらいのトラブルでよかったよ。だって、もっと最悪だったら最悪じゃんとか言って、なんか笑顔でニコニコやってるんだよね。本当に。で、なんかトラブルが起こると、いや、でも絶対これから学ぶことがあるから、この問題は何を僕に教えようとしてるんだろう。もし人生が学校だったら、このトラブルから何を学べるんだろう。あ、こういうことをやればいいじゃん。こうやったらこういうことまた起こらないから、よかった、この問題が僕に学びを教えてくれたぞみたいな感じで、何このポジティブなやつみたいなのがよくあるよね。ね。いや本当にね、いや問題があったけど僕こうやって頑張ったよとか言って自分を応援して、お前落ち込め落ち込め、今喜んじゃいかんぞって言って、今悪いこと起きてんだぞ、お前最悪なことが起きてんだぞってなっても、いや僕大丈夫だよ、頑張った、もう本当に大変だったけどいい、うん、僕頑張ってるんだとか言って、何ってなっちゃうな。ね、これが幸せマインドと、なんかノーマルな考え方を持っている人の話なんだよね。で、ここでめっちゃ面白い話があるんですよ。ちなみに今のギャグが面白いなと思ったら、Please push a like button and subscribe! お願いします。チャンネル登録と、like ボタンを押していただけると本当に僕は嬉しいです。Thank you! 僕はいつもこうやって毎週こうやって幸せマインドとか好きなことで生きていくとか、本当にワクワクして人生を楽しくしていくためのいろんな情報を無料でシェアしているので、ぜひチャンネル登録して、このビデオを、僕のビデオを毎週見ていただければ幸いです。で、あと月曜日の朝の6時半からライブもやっていて、今はね、今月は6時45分からみんなでグループの瞑想をやっています。Alright, back to the topic! ね。OK! じゃあね、僕が言うんだけど、Alright, you have to control your mind! ね、スパルタクリス!わー!鬼クリスが出てきたぞ!よし!ポイントはな、自分のマインドにどのようなムードを自分が感じているのかっていうのを意識していかないといけないよね。これから焚き火の法則っていうことを説明して、どうやったら自分のムードを意識していけるのか、どうやったら 0.1 ミリでもいいからネガティブな方向からポジティブな方向にリアルにナチュラルに自然的にシフトしていくのかっていうのを説明するんだけど、まずみんなに理解していただきたいのは、あなたは自分のムードに気を使ってますか？気を使ってなかったら今からそれやらないとダメだよ。マジ。わかる？お金が入ってきても、なんでも、今度お金がなくなる不安とか、ね、高級アパート変えても、今度高級アパートがなくなっちゃう不安とか、成功しても成功がなくなっちゃうしっていう不安が絶対ついてくるからね。だから本当に意識して幸せを作っていけないと、幸せをキープすることは僕はできないと思うよ。マジ。だからこの話は大切だから、絶対聞いてね。で、いいなと思ったら、like ボタンを押して、シェアしていただけると嬉しい。このビデオは本当に誰かのためになることを僕は心からお祈りしています。Alright. じゃあね、具体的に焚き火の法則っていうことを説明していきたいと思います、ね、焚き火の法則っていうのはどういうことかっていうと、簡単に説明すると、さっきのこの英語で log って言うんだけど、ね、もし自分の幸せ度がこんなちっちゃい炎だったら、スーパー幸せっていうのがこれだったら、これが燃えている時はスーパー幸せだったら、このちっちゃい幸せはこの丸太を燃やすことはできないんだよね、この炎は。わかる？この丸太の方が強いから、何が起こるかっていうと、このライターが絶対切れるわけよ。ね。だから、
この丸太を燃やしたいんだったら何をしないといけないのかっていうと、本当になんかちっちゃいマッチのような細いやつをね、こうやって火つけて、で今度もうちょっとちっちゃいやつをこうやってやっていってね、でこのもうちょっとこの指サイズみたいなのをやっていって、でちっちゃくつけていくよね。これ火事になっちゃうから、これやめましょう。臭い。おい、ね、それでこうやって ちょっとずつ大きいのを重ねていって、最後にこのような丸太をつけていくよね。ね、自分の幸せ度も同じなわけよ。ね、最初はこのようなちっちゃい、ね、このようなちっちゃい幸せだなっていうことに、いやでも天気もいいしねって、しかも水流れるからいいし、でもこの洋服って素敵だよねって、あ友達もいいしな、あそういえば今日金曜日じゃんとか言って、幸せも来るよね、今週末何をか、あこれ楽しみにしてるんだなみたいな感じで、こうやって考えると幸せになることね、日本語で言うと感謝できることっていうのかな、 What's working for you? What you're happy about? それをちょっとずつ焚き火を作る時のように重ねていくのね。でそうするとこの幸せの炎っていうのが燃えてきて、で一回これが大きくなると、これが幸せマインドのコツなんだよね。一回この炎が大きくなっていると、悪いことが起きても自分のその炎より自分の幸せの炎の方が大きいから、悪いことが起きても、いやでも本当にこの程度で良かったよねって、で絶対これから学べることがある、あこれってさこういう教えがあるじゃんみたいな、やったこれやったらこれ二度と起こんないかもよ、やったーみたいな、ありがとうちょっと辛かったけどこれから学べてよかったよみたいな感じで、このネガティブなことなんだけどポジティブにフリップ、リアルにこれできるようになっちゃうんだよね。じゃあこれについてちょっと話したので一回テーブルを片付けます。でね、これから説明するポイントが結構大切なポイントなんですよね。どういうことかっていうと、 So imagine 自分のここにビルがあるっていうのを想像してみてください、ね、この目の前にビルがあります。でこの一番下がロワールームで、真ん中がミドルルームで、この上がアッパールームっていう呼び名にしましょう。 OK? So you got the lower and the middle and the upper room っていうところがあります。でこのビルが自分のムードだと思ってみて、自分が幸せな時はハッピーゾーンはこのアッパールームだとしましょう。自分が上の階っていうか上の方にアッパーのところにいると幸せなんだよね。で自分が下のところにいると幸せじゃないっていう感じにしよう。でミドルはなんか普通なところね、わかる。でこの上がね、この焚き火の法則で考えると、上のビルのところがこのでっかい丸太だと思って、でポイントは、ね、この下のところ、一番下のところにいて本当の幸せっていうのを感じたいんだったら、ここから一歩でここで行くっていうのは無理なんですよね。ね、無理なんですよ。この真ん中に行く、そのローワーとミドルの間にも、ね、階があって、でちょっとずつ一歩ずつ階段を登っていかないと上のところには行けないよね。ね、同じように自分の幸せ度がこのぐらいちっちゃい炎だったら、ね、その幸せ度でこの丸太は燃えないのよ。ちょっとずつ焚き火の法則みたいに、さっき言ったようにこうやってちっちゃい木をやって火を大きくしていったらこの丸太が燃えるって感じなんですよね。ふっ、なのでこれリアルなポイントなんだよね。もし自分が不安を感じている、怒りを感じているとか、なんかうーんっていう感じだったら、まず真ん中に行かないといけないわけよ。でその後に上に上がっていくことができるんだよね。ポイントは自分が下の部屋にいるときに急に上に行くっていうのは無理なんです。ね、だからポジティブティンキングすればいいじゃんとかよくあるよね。でもポジティブに捉えてれば大丈夫なんだよ、全部うまくいくよっていうのは、実は自分が不安を感じている、落ち込んでいるっていう人には、実はこのような考え方をやりなさいっていう命令とか、そのね、そのポジティブに捉えなさいとか言うと、それができないのね。リアルに目の前に不安しかないから、もう本当にちっちゃい炎しか入らないわけよ。でその時に全部をね、幸せに考えなさいとか言っても無理だから、で何が起こるかっていうと、自分はそういう幸せに考えることができないって言って、逆にもっともっと下の部屋に行くっていうことが起こります。なのでポジティブに考えろっていう
アドバイスは自分のムードによって変わってくるから、もし自分が今落ち着いてるな、落ち込んでるっていうのは悪いことじゃないからね。逆に自分が落ち込んでるなって気づけるようになったら、それはすっごいいいことだから。気づかないと治せないんだよね。病気もそうだよね。体の病気ってなんか調子悪いなって言って病院に行って、病院でお医者さんがこれが問題ですよって言ったら治せるじゃん。同じように自分が今調子悪いなって気づけるようにならないと、ね、調子が悪いっていいのを理解できたら、なぜ調子が悪いのだ、何をやったら変わるのか、どのような別のことをやったら調子が変わっていくのかっていうのができるんだけど、自分がまず調子気づいてないっていうのが分からなかったら、スタートポイントがないやんな。だから自分がローアルームにいるっていうのは悪くないことなんですよ。ね、もし自分がローアルームにいて悪いなと思ってたら、そこはちょっと意識して、その考えは間違ってるから、ね、自分に厳しく、そういうネガティブなこういうことを言う自分には厳しく育っちゃうよって言ってあげましょう。Alright. OK. じゃあね、これから具体的に焚き火の法則の何をやるのって、クリス分かったよ、この炎が燃えるっていうのは、よく理解できたよ、ね、説明ありがとう。じゃあどうやるのって言うんだけど、具体的にやっていくことはこれなんですよ。まずちっちゃい炎、ライターの火からスタートする、ね、本当にライターがなかったらマッチの火でもいいからね。で、本当にライターの火もマッチの火もなかったら、ちょっと煙を出すぐらいでいい。で、煙も出なかったらちょっと温めるだけでいいから、こうやってね、こうやってやると、うーあったかい、それだけでいいから、そこからスタートしていくのね。それが法則なんですよ。で、何をやるかっていうと、ちょっと嬉しいこと、ちょっと感謝できることを自分に言うのね。ね、例えば今鳥の声が聞こえるんだけど、ね、鳥の声って綺麗だよねって。で、よく見ると太陽が葉っぱに当たってるんだよね。で、綺麗なシャドウと光の、ね、色とかがあって、影もあって綺麗なわけよ。で、よく考えると今日天気いいよねって言って、で、ここになんとワンちゃんがいてね、ブルーがいるんだけど、それも幸せで、いや僕やりたいことで生きてて本当に嬉しいなみたいな、今のちょっとハードル高かったんだけど、そういう感じでちっちゃい感謝できることからスタートして、でそれを連続でもう火をつけながら、ボポポポって意識しながら重ねていくのね。ね、あのファイアーキーパーやったことあるかな。ファイアーキーパーっていうのはネイティブアメリカンたちが火の焚き火を管理してくれる人たちをファイアーキーパーって呼んだりしているんだけど、ファイアー、まあ、焚き火を作った人、あの段ボールとかね、ガソリンをバーってやって作ってるんじゃなくて、本当にリアルに森の中で焚き火を作った時とかは、本当に意識して、ね、この考え、ね、この棒、火を見て、あ、今だって言って、よし、これだって、次はこれだ、あ、今の大きすぎだ、もうちょっとちっちゃいのに戻そうとか言って、これ意識して、で、続けていかないと火は大きくならないよね。ね、幸せも同じなの。なので意識して、よし、いやでも本当に、あ、でも洗濯物を昨日やったからラッキーとか、ね、あ、今日火曜日じゃん。いや、あとね、水木金、あと3日が終わったらまた土曜日、ロッキーとか、あ、今のちょっと高すぎたなーって、OK、ね、そういう感じで自分が幸せになること、いいことを自分の人生の中で見つけて、でそれに火をつけていくっていう感じなんだよね。ね、でここのポイントは、最初はね、自分がこれを嫌がるかもしれないのね。で、これちょっと具体的なハウなんだけど、もし自分がこうやって幸せの焚き火をつけていくときに、いや、なんか天気なんてどうでもいいじゃん、仕事最悪だからって言って、そういう悪口とか変なことを自分の頭が言ってたら、自分に怒ってあげないといけないのね。自分を注意してあげないといけないの。それ失礼だよ、ね、僕の場合だったら、そんな甘いこと、それ失礼だよクリスって、それおかしいよって自分に言ってあげないといけないわけよ。ね、なんか先生が自分を注意するみたいな感じで、自分で自分に注意してあげないといけないのね。で、天気いいっていうのは素晴らしいことなんだよって、雨毎日じゃなくていいじゃんって言って、自分でなんか、あ、すいませんみたいな感じで、これを結構意識してやっていかないといけないのね。で、ポイントは何をするかっていうと、最低20秒やってもらいたいのね。で、できれば1分連続で続けてもらいたいんです。ね、いいことを見つけていって、で本当に最初はどうでもいいことかもしれないんだけど、どうでもいいじゃんって言ったら自分に注意して、これはいいことだよって言って、でいいことを見つけて、それを考えて次のいいこと、次のいいことを見つけていくのよ。だから自分で意識して、ね、それ上手くなっていかないといけないのね。
ね、だから例えば、ね、運転して仕事に行く人は、ね、例えば朝起きて、ああ今日も仕事行かないといけないのかよって、いやでもちょっと考えるよって、まあ、仕事があっていいことじゃん。今コロナとかがあって、ね、海外とか世界で仕事がなくなっている人がめちゃくちゃいるんだよ。世界でこんなに仕事がない人がいるのは1928年とか1930年の Great Depression のそれぐらいの今の大変なことなんだよね。でそれでも僕今仕事あるっていうのは素晴らしいことじゃん。え、何これ、運転していけるんじゃん。よかったよかった。いやよし、じゃあコーヒー飲もうって言って、コーヒー飲む、何このコーヒーまずいとか言って、いやでもさ、お家でコーヒー作れるって大したことだぞって言って、まずいかもしれないけど、まあなんかもし時間があったらもうちょっといいコーヒーを買おうぜ、まあいいやって言って、でそうやってちょっとポジティブなこと、まあ天気いいよなって言って、今度車に入って車のエンジンにつけたら、よしじゃあ運転行こうって言ったら、チーってガスが切れそうになってる。なんだよガスが切れそうじゃーんって思ったら、おっと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 、注意って言って、いやでもガソリンスタンドに行こうぜって言って、まあガソリンね、本当に仕事に行くところでまだ時間があるからガソリン買えるじゃん、よかったじゃん、ついてるじゃん。もしでもさ、本当にこれガソリン切れてたらやばいよって、チャリで行くしかねえじゃんとか言って、いやよかったよって、でガソリンスタンドに行くと、なんかガソリンが高いんだよね。なんだよガソリンの値上げがまた仕上がったろあいつらとか言って、いやちょっと待って、でもさ僕仕事があって、高いガソリン高いんだけど買えるんだよ、ちゅうか今夏だしエアコンつけられるんだよ、何これラッキーじゃんね。でしかもこれ音楽とかもあるから、あちょっとなんかさ、いい YouTube とか流そっかとか、いいオーディオブック流そっかね、いい音楽かけられるじゃん、なんかムードが良くなる音楽かけてみようか、あーかかる、この曲いいじゃん、俺いいね、やったやった、ちょっと幸せみたいな感じなんだよね。こうやってちょっとずつね、焚き火の法則でその幸せ感謝できる炎に、よしこれもできるやんってそれが燃えていくわけよ、ね、でそれが切れる前にまた次のことを重ねるわけよ、で燃えていくわけよ、そういう感じなのね、こうやって燃やしていくわけよ。でこれを意識してやっていくと何が起こるかっていうと、常に自分の心の中にこの感謝の幸せマインド、感謝の炎っていうのが燃えてるようになるのね。でそうすると悪いことが起こっても、いやこの程度でよかったよって、本当に僕この程度でラッキーだよとか、僕あの事故になってもそういうことを言えるようになってくるんで、これ本当に不思議なのよ。逆に落ち込んでる時にこの程度でよかったなって言えると、意外とまたそこから復活したりするんだよね。なのでこの焚き火の法則っていうのは意識してやっていくことで、僕のおすすめは1日2回やりましょう。いつから今でしょう、ね、今日から今夜と明日の朝、朝起きて頭の中がパーになっている時にこれをやります、ね、それ大切、ね、日常生活の中で上司から怒られて仕事が最悪な時に、よしじゃあ幸せの法則やろうとか言ってやるとすっごい難しいわけよ。なぜかっていうと、自分の頭の中に幸せの炎じゃなくてネガティブな炎がもう結構大きい丸太が燃えてるわけよね。もうボーって悪いことが起こってるっていうのが燃えてるわけよ。でそれをポジティブにするっていうのはすっごい難しい、逆に無理かもしれないんだよね。でも人間って朝起きた時にそういうエネルギーがまだないわけよ。その考え方の重力がぐる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 まだ回ってないから、まだクリアなんだよね。でそこに感謝できることを入れていくので、できれば15秒から20秒はやって、でもしできるんだったら1分キープするのね。で寝る前にもこれやるのよ。でこれをやっていくと何ができるかっていうと、自分の幸せな炎が燃えてくるのね。 Alright、 よかったね。じゃあね、ちょっと最後もう一つのアドバイスがあるんですよね。でそれはですね、結果にコミットするんじゃなくて、自分のムードに最低これからできれば1週間とか数週間は自分のムードにコミットしていただきたいんですよ。わかる？結果にコミットするっていうのはすごい素晴らしいことなんだけど、それだけに、結果だけにフォーカスにコミットしていると何が起こるかっていうと、自分がその結果をたどりできない、もしかしたらこの結果っていうのは現実にならないって、リアル、you realize it、 それを知った瞬間に落ち込んだりするんだよね。ああ僕無理なんだ、やっぱりダメなんだとかなっちゃうわけよ。それはそれでいいんだけど、ちょっとそれは置いといて、僕のおすすめはぜひ1週間やっていただきたいのは、せめてね1週間やっていただきたいのは、自分のムードを気づけるようになっていただきたいんですよ、ね、あれなんかうまくいってないな、なんかイライラしてるな、不安があるな、ざわざわするな、何これって違和感感じるなとかなったら、あ今ネガティブなムード、ネガティブな炎が燃えてないって、
で、ちょっとずつこのポジティブな炎をまた燃やしていくのね。で、朝と夜これを練習していると、日常生活の中でムードがちょっとおかしいなっていう時に、意外と簡単に練習していくと、またポジティブの方に戻していくことができるんだよね。で、ポジティブなこと、ポジティブなムードって舐めない方がいいと思います。マジ、舐めちゃいかんよ、これ。自分がポジティブだったら、ポジティブな発言するでしょ？愛を持って発言するでしょ？愛を持って発言している人は好かれるんだよ。愛を持って生きている人はビジネスもうまくなるんだよ。自分のサービス、自分のプロダクトがちゃんとお客さんの目線から考えたようなプロダクト、商品に変わっていくんだよね。仕事も相手のことを考えているからうまくいくの。仕事の会社も他の人のことを考えているから好かれて給料も上がったりするわけよ。だからリアルに本当に自分の結果を変えていきたいんだったら、自分のムードを変えないといけないわけよ。で、どうやって自分のムードを変えるのかっていうと、まず自分のムードがネガティブだっていうのを気づけるようにならないといけないよね。だからそれに努力してください。結果に努力する、できないっていうところね、そこに努力するんじゃなくて、努力するのは自分のムードに気づけるようになって、そのムードを変えれるようになる。そしたらこれは遠回りに見えるけど、絶対人生上がるよ。絶対人生変わっていくよ。で、自分の人生が変わってもっと幸せになって、他の人がなんでそんなに幸せなの、こう今落ち込む時よって言って、いや大丈夫だ、このぐらいで本当に良かったし、これから学べることがあるよ、何言ってんの、落ち込みなさい、不幸になりなさいって、いやいや大丈夫って、何か外れたとか言われるわけよ。で、そうやるとリアルに仕事とかも変わってくるし、自分の頭の中に入ってくるアイディアとか、もっとチャンスが入ってくるわけよ、ね、ネガティブにフォーカスしてないからチャンスが見えるようになって、そのチャンスをつかむと次元上昇、 Evolve You're gonna evolve You're gonna be a better human being。 こうやってあなたが良くなって、周りの人たちが良くなって、人類が良くなって、地球が良くなっていくんだよね。 Alright、じゃあね、本当にこのビデオが面白いなと思ったら、Please give me a thumbs up。 あれ、本当にこれ、サムズアップ押してくださいよね。うざいなと思ったら、まあ別にいいんだけど、それでも大丈夫なんだけど、本当に良かったなと思ったら、push, push, push the like button。And then please share! 本当にこれね、なんか、役に立つかもみたいな感じを感じたら、友達とかにシェアしていただければ嬉しいです。Alright! なので、ね、自分のムードを気を使うっていうところに努力すること。結果にコミットじゃなくて、ムードにコミットすること、感謝できること、いいこと起こってるんだ、僕大丈夫なんだっていうのを気づけるようになっていくこと、ここに努力していこうぜ。本当にこの丸抜感覚でテスト合格しないと悪いことが起こるよって、そんなデタラマな話はないから、それを信じてたらそれが本当になっちゃうよ。引き寄せの法則で悪い、この合格しなかったら悪いことが起こる、この仕事を辞めたら悪いことが起こるとか、そんなこと考えてるから悪いことが起こるんだよ。いいこといっぱい起こってるんだけど、自分で悪いことだけにフォーカスしてるから、それ以外にやめなさい。変えないといかんぞ。本当に。で、特に昭和の時代の人たちもこれ、いい加減に今、ね、平成じゃないんだよ。今、令和なんだよ。今、地球にシフトが来ているところだから、もう自分が役に立たない行動をやってるんだったらやめなさい。ね、新しい習慣を作ろうぜ。ね、誰かを攻撃してるのに、仕事で偉そうに上司だからいいこと言っていいんだとか、お前さ、以外やめろよ。本当に。ね、みんな、今シフトするんだよ。あなたも幸せになって、僕も幸せになって、みんなが幸せになっていく時期だから、これから生まれてる子供とか、地球温暖とか大変なんだよ今、大変なのが起こってるんだからね、そっちにフォーカスしろよっていう話なんだよね。まあしろよっていうのは失礼かもしれないんだけど、本当にね、わかる？新しい収入モデル、新しいビジネスモデル、新しい税が生まれる方法、人好きなことをやっていくとうまくいくの。嫌いなことで我慢するんじゃなくて、自分が得意で好きなことで若者たちがやったーってワクワクすることで、そこに投資して、そこにお金が回って周りが幸せになっていくのね。だから辛いことをいい加減に続けないといけないんだよっていう考えは古いですね。そういう古い時代遅れって言うんだよね、そういうの。そうすると大変なことになるよ、ついていけなくなっちゃうからね。そういうあの、ね、考え方じゃなくて、この心と合う正しいことを見つけて、で自分の周りに変なルールがあったりおかしいなと思ったら、それを変えていく。別にアタックしろとか攻撃しろとかそういうことじゃないよ。自分でそれには参加しない、自分は別のやり方でやっていくっていう感じ、筋を通っている、勇気を持って、愛を持って、楽じゃないからね、愛を持って
で生きていくっていうところにフォーカスしていきましょう。 Alright, so see you. もしできれば、月曜日の朝6時半からライブやってて、6時45分から瞑想するからね、瞑想やってない人も簡単に瞑想できるガイダンスとかやってるので、ぜひ見てください。 And I also do, たまにね、インスタグラムやってます。クリスチャン・モンセンのね、ところでインスタやってるので見てください。 Alright, so this has been クリスの部屋のクリスでした。 I love you so much and I will see you next week. ありがとう。じゃあねー。